こんにちは。今日は感じることと考えることは違う。これね、定期的に何度も上げてるんですが、今回も感じるということをね、風の時代の感覚というのを身につけてほしくてお話ししましょう。Facebook に上げています。Facebook の方を読んでいきますね。で、感じるっていうことは、いい加減だと考えてしまう人が中にはいるんですよね。でもこれ感じることっていい加減なことでも何でもないですからね。ちょっと読んでいきます。感じることと考えることは違う。感じることは気づいたら〇〇だったという内容になります。考えることは自分が今こういう状態だから変更した方がいいとか、今日はパワーの高い日だから何か新しいことをした方がいいとか、明日は自分にとって悪い日だからあまり家から出ない方がいいなど考えて行動することです。感じろというのはあくまで今のこの瞬間と自分の気持ちの中に新しい考えが湧いて、いても立ってもいられない、実行せずにはいられないというような状態です。逆に言えば、ああもう嫌だ、冗談じゃない、これ以上できないという感情が湧いてきて、そこから先に進めなくなる状態を言います。頭で考えて、これはこうだからこうしなければならない、頭で考えてこれはこうだからこうしなければならないと思っていることは、風の時代の風が吹いてきません。心が働いて楽しいことから学ぶというプログラムに入っていけていません。考えることは減らしていくことで改善します。まとめ、心が働くと直感的に感じるようになっていく。感じることが全てになっていく。今回これを挙げました。感じることがね、全てになっていく。これ、まあ、時とともに変化していくのでね、今の段階ではまだ考える思考の人の方が多いと思うんですね。ふわっとこう、感覚的に何かが一瞬でわかる。この能力が感じるっていうんですね。で、今まではこれね、霊感に近いものがあったんですね。霊感で何かがわかる。例えば、あ、これでいいんだとか、あ、これダメだなとか、あ、アイスが食べたいとか、あ、牛乳飲みたいなとか、自分にとって必要なものが突然こう湧いてくるんですね、感覚的にね。それとか、行動でイエスの方がはっきりわかる。あ、これはやっちゃいけないこと。あ、これはした方がいいこと。なんかこれ買った方がいいなと思うこととかね。こういう感覚的なことが自分にとって必要なものとかこととかをね、引き寄せてるんです。見えない存在が、はいどうぞってくれたものを感じ取る心、感性。まあ、感覚ですね。これがこれからの時代に必要なことです。で、理由をつけるということが考えることと考えてください。何か自分がする行動に理由が必要。例えば、何かを買うときに、これは今家にないから必要だ。コーヒーを飲むのにこれがあると便利だ。というような、いちいち理由をつけることというのは思考です。考えて行動しています。で、考えるのは脳だそうです。で、感じるのは心だそうです。だから、脳が理由をつけて考えることに従ってはいけない。これはこれから徐々に変化していきます。特に来年、2023年、宇宙レベルがプラス1になると、特にこれは激しく変わってくると思います。今はまだね、どうしても考えちゃうんだよねっていう人がいても仕方がない時期ではあるんですよね。ただ、考えて結論を出そうとする人、この人は
苦労します。難しいことをやっています。脳に従うっていうのはね、その時代、夜の時代ね、過去の時代の苦しみから学ぶという、習慣が脳を働かせているので、脳で考えようとするとどうしてもあなたにとって苦しいこと、嫌なこと、辛いことがやってきます。まあ結果としてね、良かったなって思うんならいいんですけど、なかなか、人は嫌なことを喜べない、苦しいことは喜べないようにできています。もう苦しいっていうだけでうるさくなりますね、こんな時間帯に不思議です。はい、脳の話はおしまい。だから直感的にすることを徐々に徐々に増やしてください。で、仕事のすべてをね、直感でするのは怖いって思う人いると思うんですね。やっぱりね、こっちの方がいいですよとか、これがいいですよってね、感覚的に何でもかんでも決めて住む現場ではまだないですから、まず私生活、プライベートの中で何でも直感で決めてみてください。例えばいろんな食材がある中でどれを作ろうかなって、これが腐るからこれから食べようではなく、今自分にとって必要なのはどれかなというね、感覚で食べてほしいと思います。あと寝るのとかもね、あ、なんか今は寝た方がいいなとか、あ、今日は出かけた方がいいな、歩いてきた方がいいなみたいなね、感覚を大事にしてください。で、この感覚をね、大事にし始めると風の時代っていう言葉を入れたんですけど、まさに天からあなたに必要なことが降ってくるんですよ。いや、実はどんどん降ってきてるんですけど、受け取ってないですよね。私たちの受け手の方がいろんなものやことを受け取ってないんです。もっと細かく言うと、お金さえあなたは受け取るべきものをスーッとこう通り過ぎてしまっている。あなたの手の中に現物が落ちてこない。これはあなたの感覚が働いてないから、感性が働いてないから、ちゃんと手の中に必要なお金が降ってきたのに、これが現実として、現金になってないんですね。現金になると、通帳の残高減ってくるとふわっと入ってくるんですよ。本当に残高減ると入ってくるんですよ。どうしてこんな方法で入ってくるのって思うような方法がやってくるんですね。で、それは自分の能力によって実現していきます。だから、能力のないものでお金をもらえるわけではないんですよ。あくまで自分の能力の対価としていろんな角度から入ってきます。給付金もその一つですよね。また誰かにね、これ売ってもらえないって頼まれて売ってあげて中間マージンもらうとか、これやってくれないって言ってね、お願い助けてって言って、あくまでね、その何かこう入ってくる時って現金だけではないですよ。物のこともありますよ。欲しかった洋服を、あ、これ着ないからね、一度しか着てないからあげるねって言って手に入れる人もいるだろうし、この間は友達がぎっくり腰になっちゃったんで、私ちょっと、ね、薬局に、病院に行くのをお願いして代わりに行ってもらって湿布を分けてあげたんですよ。彼女はとても喜びましたよね。ぎっくり腰になっちゃって湿布買わなきゃいけないのにこんなにもらっていいのってね、今ちょっと使い切れなかったんで、ちょっと何個かあげたんですね。まあこれはね、一例なんです。新しいのっていうかね、今まで使ってなかったやつをあげたんですけどね。これっていうのは自分が予期してないところから入ってくるという特徴があります。だから、何月何日にいくらお金が入ってくるなって予想されてることとは別のことなんですね。だから自分の感性がきちんと働き出すと手の中にお金や物がきちんと降りてきます。で、降りてきたものを具現化させるのは感性です。思考ではありません。
なんか夢物語みたいなこと言ってるようですけどね、まあ私いろいろ体験してるんで、まあこれをいろんな言葉で表現していきたいと思います。今日はここまで。またね。